皆さんこんにちは。お送りする番組は玉木美彦のリーダーズビジネスストーリーです。令和元年8月からパーソナリティをスタートしました。ファイナンシャルプランナー CFP、 相続事業承継ナビゲーター、売れる営業マインドセット著者の玉木美彦がお送りいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではツイキャス、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。 Twitter も連動していますので、多くのツイートをお待ちしております。そしてサイマル放送も始まりました。スマホの場合はリスンラジオから、パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。この後3時55分までよろしくお願いいたします。はい、昨日の雷はすごかったですね。いろいろとね、本当に天気がね、目まぐるしく変化してるなってことでね、いろんな各ですね、沖縄は大雨で、そしてなんていうのか、本土の方はね、割と本当に暑くて大変だということでね、そういった話題がありますけど、本当に気候変動がすごく激しくなってるなということでね、やはり温暖化の影響っていうのはすごくあって、やはり海温が海の温度がね高くなると、サンゴも死滅してしまうとかね、そういったこともありますのでね、やっぱり気候に関することがね、これからの企業さんもいろんな いろんな国もね、やっぱりそういったことに関心を持って、これから環境対策をねやっていかないといけないなっていうのをね、改めてすごく感じることを感じましたね。ということでね、皆様も今も慌ただしく、今週はね、沖縄県議会選挙もあって、いろいろと慌ただしくねありますね。いろんな面でこれからの沖縄の基地問題っていうのも大きなね問題になってますよね。ですから、玉城デニー知事が一生懸命ね、やはり言いなりにならない政治をねやってらっしゃるんで、そういった形で応援していきたいなって私も思っております。ということでね、これからねちょっとお話を今日はしていき、今日は割とね、相続のお話って本当に人は一生にやっぱり親の数、相続とかね、そういったので慣れてないですよね。そういった面でね、意外とそういった状況になった時に、やはり前もっての知識が本当に大事だなっていうのをね、私も改めて感じながらね、ちょっとそういったご相談もあったもんですから、そういった面でね、やはりやっぱり前もって理解しておくって、いろんなケースをね想定していくっていうことも大事かなっていうことでね、今日はまた久しぶりにね相続セミナーを開催したいと思います。その前に1回目のコマーシャルに行きたいと思います。お願いいたします。
お送りしている番組は玉木美紀子のリーダーズビジネスストーリーです。はい、本日は相続のねお話ということで、相続は本当にもうパターンは決まってるんですね。ですからそれをやっぱり何度か聞いてるうちに自分の脳にね入っていくかなってことで、私もそういった形でねちょっとお話しながら自分自身も逆に学んでるっていう形なんで、皆さんもね、ちょっとそういった相続のね勉強ってなかなかやる機会ないんで、私のねちょっとこういった番組でお勉強していただければ嬉しいなと思っております。はい、じゃあ早速始めていきたいと思います。知っておきたい相続対策の勘どころをテーマに、一般社団法人相続事業承継コンサルティング協会会員の玉木美紀子がお送りいたします。どうしたら避けられるか、家族を引き裂く骨肉の争い、自分の家族も例外ではない誰にでもある揉め事ですね。火種がありますよってことでね、皆さんちょっとねそういった自分たちの家族のことをちょっと想定しながらね聞いていただければなと思います。自分ごとにして聞くっていうのが大事かなと思っておりますね。相続のご相談でよく聞くお話を聞くことは、ほとんどの方は我が家は財産が少ないからねそういったことはないでしょうっていうね、必要ないかなと思われる方は意外といらっしゃるんですね。財産って言ったら、自宅がせいぜいあるぐらいとかね、そういった方たちも皆さん多いですよね。通常はそれが多いのかなと思います。子どもたちも本当に兄弟すごく仲が良くてね、本当にいい兄弟だなって、子どもたちだなってにしてね親は思いますよね。だから問題は起こらないってやっぱり思ってるっていうのがね多いかなと思います。相続が始まるまでは我が家は揉め事は起こらないと思ってる方はねやっぱ多いですよね。ところが家庭裁判所に持ち込まれるケースで一番多いのが、財産5000万以下の揉め事が 76% を占めてるんですね。びっくりですよね。日頃溜まっている不満が相続をきっかけに爆発するケースも多いようですね。財産が多くても少なくても揉め事って起こるんですね。相続問題の本質は相続財産の分け方と家族間の感情のもつれ、配慮がね重要になってきますね。相続問題はさて誰に相談すればいいのかなって思われますよね。税金の問題なんで、まずは税理士さんに相談かなって通常は考えますね。でも全国の相続申告件数令和元年分が大体14万3,859,856件ぐらいで、全国の登録されてる税理士さんの数は令和3年大体79,686人で、税理士さん1人当たりの年間相続取扱件数って1.4 件のそのぐらいらしいです。でも税理士さんの主な業務は、法人の会計業務、法人の申告業務とか個人の申告などいろいろとね多岐にわたっていろんな問題が忙しいですよね。特に最近はインボイスの申告問題とかいろんなので、本当に細々としたいろんなねやっぱり手続きがあるので、結構ね税理士事務所もね業務がますます煩雑になってるかなってことで、そこまで手が回らないっていうのがね結構多いかなって言われてます。相続に関する相談先って、今言った税理士さんとかね、それから、遺産分割協議とかね、遺言書や不動産登記などは弁護士さん、司法書士、行政書士、相続で揉めた時は弁護士さんにお願いする。そして
不動産の登記とかね、そういったものは司法書士の方にお願いするとか、まあ遺言書の一応そんなに揉めないケースでちょっと準備をするとかね、いろんな対策っていうのは、まあ遺言書の作成とかは行政書士の皆さんでやっていただくってことでね、まあそんなふうな形で住み分けがねできてますよね。そして銀行や証券会社で、我々生命保険会社ですね、遺産に、まあ土地や建物が多い場合は不動産会社とか、それから遺品整理事業、業者のサポート、これすごく重要なんですね。まあそういったことのネットワークがあるならすごく安心かなっていうのはありますね。最近一人暮らしのね、家庭が多いので、そういったいろんな問題が全国でね、まあいろいろと出てますね。一人暮らしの方が亡くなった場合のね、いろんな対策ですね。そういったこともこれからはすごく重要かなと思っております。で、私たち相続事業承継コンサルティング協会では、人生設計の良きアドバイザーとしてライフプランに寄り添い、老後設計、相続対策などのアドバイスなども行っております。まあ毎月勉強会をしてましてね、いろんな事例を挙げて、まあね、こんなふうな相続のこういった困りごとがありましたよってことでね、まあそういったのを皆さんでシェアしながらね、まあいろいろとこういった対策っていうのは必要だなっていうのをね、まあ私たち自身も心に、もう本当にしっかりね、持ってちゃんと向き合わないといけないなっていうのをね感じております。私が大切にしていることは、まあそれぞれ皆相続って本当に人それぞれでやっぱり変わりますのでね、そういった一人一人の思いに寄り添うことってことでね、まあそういったことでお話を一応ねやっていきたいなと思っております。で、日頃たまっている不満っていうのがね、まあみんな一応ある程度もちょっとね、我慢して一応ね、まあ聞いておこうとかね、いろいろと思ってるんですね。で、一次相続と二次相続っていうのがありますけど、一次相続の場合はまあお母さんがね、はい、残された親がいらっしゃるんで、ちょっとだけ待ってよってことで、そこのね揉めはちょっと少ないんですけど、まあそれが二次相続に入ると最後なんで本当に揉めるんですね。ですから相続対策の中に一次相続二次相続の対策っていうのがね、これからはもっともっと真剣にちゃんと考えなくちゃいけないなっていうのを感じております。そして遺産分割の結果に満足できなければ、それが新たな火種になるっていうことになりますね。原因として大きく5つに分けられます。1つ目、遺言書があるかどうか。2つ目、法定相続人に関すること。3つ目、遺産の分け方について。4つ目、遺産に不動産が多い場合。5つ目、まあこれから多いのが認知症になった場合の問題っていうのはね、かなり大きいですね。で、まずは遺言書自体を残していないケースが争いを招く最大の原因かもしれません。遺言書があれば、まあね、多少不満があったとしても、親や亡くなられた方の思いだと思えばね、気持ちはまあ少しだけ収まるかなと思いますね。相続は本当突然なんですね。いろんな災害事故もね増えてますよね。そして地震で思わぬ本当にこういったことで急遽そういったね相続が発生するケースっていうのはもう何の準備もしてなくて、そしてどこに何があるかとか、もう何が財産としてあるのかもね、わからないうちにやっぱり相続を迎える時っていうのは本当に時間がかかって、なかなか思うように進まなくて非常に大変ですよね。そういった意味でいろんな問題が、もしいつ何があるかわからないっていうのを考えると、やはり前もって準備しておくっていうのがね大事かなって言われてます。
まあ準備がされてないと本当に残された家族はもうどうしていいかわからないパニック状態になりますね。で、先日ちょっと私もね、お客様からお電話いただきまして、まあ娘さんからね、ちょっとお父さんが亡くなりましたので手続きのお願いしますってことでお電話をいただきまして、それでこういったアドバイスとか、こんなふうにしてね、こういったのを準備してくださいってお話をさせていただいたんですけどね、やはり本当に突然のことってどうしていいかわからない、家族はもう何から手をつけていいかわからないってことでね、非常にやっぱりね大変な思いしますね。最近は家族葬っていうのがね結構増えてまして、昔みたいにね、前みたいにコロナの前ぐらいにね、やはりたくさんの、方に葬儀に来ていただいたっていう形からね、やはり家族でやっていくっていう形の葬儀の仕方がねちょっと増えてきたなーっていうことでね、そういった葬儀もね家族でやりましたっておっしゃってて、それでまあね、いろんなこういった準備が何を準備した方がいいのかなっていうお話をねさせていただきました。まあ通常でしたらね、葬儀社に予約の打ち合わせ、葬儀の準備で本当に大変ですよね。告別式なんかなんか、そして四十九日とやることがいっぱいになりますね。それが終わった後でどうすればいいかって考えるんですね。最近はもう一日で終わってしまうっていうケースも増えてるような感じではあります。でも仏様からすると一気に駆け足であの世まで行くのは大変なんで、やっぱりなんか初七日なんかがあって、四十九日ゆっくりゆっくりね、まあちょっとね天国のね階段を上っていくっていう、なんかその辺のお坊さんから私もお話聞いた時にね、あ、そっか、走っていくんじゃなくて、やっぱり一歩一歩階段を踏みしめていくっていうのもね、一つの見送るね、送る一つの気持ちだなっていうのをね感じました。まあそういったね四十九日が終わった後で相続の手続きって本当に10ヶ月以内に申告をして相続税の支払いをしないといけないんですね。本当に、四十九日までは本当に行事で忙しくて、なんか余裕がないっていうのは多いんですけど、でもそうやって前もって連絡しないといけないことがたくさんあるんですよ。で、社会保険事務所にはやっぱり2週間以内に連絡しなくちゃいけないとか、そうじゃないと遺族年金の、まあ、今ね本人さんが年金をもらってる場合は次の年金の支払いの時期が来てしまうとね、払ってしまったらまたこの辺の調整が必要になってきますので、まあね、個人がもらう年金から遺族がもらう年金にね、まあ、変わるっていうところで、やっぱり社会保険事務所には2週間以内にそういった届け出をね出さなくちゃいけないとかね、それ以外になっちゃうとペナルティーがあるとかって言われてますね。そしてそういった面で、まあ、社会保険に関するものは早め、役所に関するものはさっさとやっていくっていうことがね重要になってきます。そうですね、まあ税務署に関するものは10ヶ月以内に終わるってことですね。そしてそういう意味でご本人さんが、まあ、自分の財産のリストをね作っていたら、そういった準備も調べたりするのもねスムーズにいくのです。いきますけど、やはりそういったことがされてない場合は、さて何があるかわからないっていうところから調べるっていうのは結構ね、すごく難儀なことなんで、そういった意味ではリストアップが大事かなって言われてますね。で、財産にはプラスの財産だけだったらいいんですけど、マイナスの財産も一応、例えば住宅ローンとかクレジットの支払いとか、いろんな面でどっかから融資を受けてるとか、そういったことも含めて負の財産ですよね。で、プラスの財産は預金とか目に見える形が見えるものね、ちょっと現物があるものっていうので分かりやすいんですけど、負の財産って結構
支払いが滞った時にそれが出てくるっていうこともあるので、意外と3ヶ月を過ぎてしまうっていうケースもね、ないとも言わないんで、ですから負の財産がこんなのがありますよっていうことでね、ちゃんとエンディングノートに書いておくっていうのもね、大事かなっていうのをすごく感じますね。そして3ヶ月以内にすることってことで、まあ先ほど言ったようにマイナスの財産が多い場合、まあ相続放棄、資産と負債どちらか多いかわからない場合は限定承認を選択することもできますね。でも相続放棄も限定承認も3ヶ月以内にしかできないので、特に限定承認は相続人全員でしないといけないので、まあ一人でもノーっていう方がいたらそれは限定承認できないし、で一人がどこにいるかわからないとかね、そういったことでなかなか連絡がつかない場合も限定承認は難しくなりますよね。ですからそういった意味では、いや、まあますますね大変かなっていうのをね感じます。3ヶ月を過ぎると、まあプラスの財産とマイナスの財産も相続する義務がありますね。ですから死亡を知った時から3ヶ月ってことでね、やはりそういった面でまあやっぱり時間の経過っていうのが非常にね重要になってきますね。そしてそういったことで、まあ放棄するか、それからやっぱり単純承認するか、それから限定承認するかっていうことが決まったら、まあこれから相続人同士でどんな相続をするかってことでね、まあ話し合いが始まるっていうことになりますね。まあそこで遺言書があれば、まあ優先されますので、一応遺言書に書いた通りにちゃんと実行すればいいんですけど、遺言書がない場合は、まあ、法定相続人間で一応話し合うってことでね、なりますので、それが非常に揉める原因になりますね。法定相続人で話し合いをして決めるっていうのは、その話し合いがねうまくいくかって言ったら、やっぱりうまくいかないっていうケースがね、やっぱり多いです。いざという時、人はやっぱり欲が出るんですね。まあ、家族同士じゃなくて配偶者も入りますから、配偶者もやっぱり意見を言ったりとかね、そういったこともあるんで、それが一つのね揉め事になるって言われてます。相続が争う族になるんですね。まさかまさか自分の子供たちは仲がいいし、ああまあね大丈夫だと思っても揉めることがね多いんですね。まあその揉めてる時って、私自分はどこにいるかって言ったら、あの世ですよね、天国にねいますので、天国で天国からね子供たちが揉めてるのをね見るの嫌ですよね。ですからそういった意味で、まあ早めにねいろんな対策をするっていうのがね、一番安全かなと思いますね。ですからこれからやっていただきたいことは、自分の財産が何があるかってことでリストアップするってことが大事です。リストを作ることによって財産の把握ができ、どのように分けたらよいのか対策が取れるようになりますね。で、本人がリストアップしていないと、家族の皆さんはなおさらどんな財産があるのかわからないので、一から探さないといけないっていうのはね、非常に難しいんですよ。大変なんですね。で、相続には先ほど言いましたように、一次相続と二次相続っていうのがありますね。一次相続は夫婦のどちらか片方が亡くなった後で配偶者とお子さんが相続人になることですね。一次相続では残された配偶者が相続した財産のうち、受け取れる部分、まあ1億6000万までは税金はかからないので、もうそのままお母さん受け取って、次の相続で子供たちに分配するっていうケースもね、多々ありますね。そして、まあ配偶者が受け取れば、その一次相続で、そしたら相続税はほとんど課税されないので、まあそのまま無事終わるっていうケースですね。ですけど、そういった意味では、このお母さんが一次相続でね
受け取ったものを次二次相続になると、この非課税枠っていうのがね、減るので、そういった意味では子どもたちも税金の負担が出てきますよということで、一次相続は配偶者の非課税枠が大きいので、残された配偶者が受け取るケースがね、先ほど言ったように多いですよね。で、二次相続は残った配偶者が亡くなってお子さんが相続人になることで、二次相続対策も含めての相続対策が本当に必要になってきます。で、相続で特に対策が必要なケースは、お子さんがいらっしゃらないご夫婦の場合や、離婚や再婚がある場合ですね。で、お子さんがいらっしゃらないご夫婦の場合は、例えばご主人様が亡くなられて、相続人は、奥様と親になりますね。親がいらっしゃらない場合は、兄弟姉妹が相続人になる。なるため、ますます利害が衝突する可能性が高くなります。残された奥様が、相手のね、親族と争う族っていうのを争うっていうのはね、非常に辛いですよね。本当にかわいそうですよね。そういった意味では、それを解決するためには、遺言書1枚があればね、そういったのはね、解決されるっていうことを考えると、遺言書が大事なんだなってわかると思います。よくちょっとね、皆さんあんまり気になさってないんですけど、よくある例で、だいたいご夫婦でね、マンションを購入して長年暮らしています。そこがね、もう次の住処っていうことでね、生活してらっしゃる。でも配偶者が亡くなられた後、普通なら、通常だったらもうそこね、自分がずっと住めると思いますよね。でも、そういうわけにはいかないっていうのはね、あるんですね。そのマンションにね、住める予定でしたけど、やっぱり相続の法定相続でそういったことを分けると、兄弟が入ってくると4分の1は兄弟の権利なんで、兄弟が主張しなければいいんですけど、意外と皆さんだんだん主張し始めてきてるっていうのがね、最近の事情かなと思いますね。他に預貯金とかそういったね、財産があれば、この預貯金の分をこの兄弟に渡してっていうこともありますけど、それがない場合は、さて、このマンションをじゃあ売却して、それを現金に変えて、そこで4分の1を受け取るっていうね、主張されるっていうこともね、増えてるようですね。そういった面で、遺言書さえやってれば、兄弟は遺留分っていうことでね、どんなに財産をこの人にあげないよって言っても、遺留分っていう制度があって、必ず、その法定相続分のまた2分の1はそのね、遺留分で確保できるっていうことはありますけど、兄弟にはその遺留分っていうのはないので、そういった意味では遺言書一つで遺留分をこなしてね、防ぐことができるっていう面ではね、遺言書の、必要性はすごく感じますね。そういった兄弟と揉めることをね、防ぐことができるので、ぜひお子さんがいらっしゃらない皆さんは、お互いに、遺言書を作っておくっていうのをね、お勧めしますね。次に、離婚や再婚がある方の場合は、これは揉めに揉めます。で、前妻とのお子さんにとっては、父親が、例えばね、自分の親が亡くなった時に遺産をもらっておかないと次はもらえないので揉めるんですね。自宅以外に財産があれば、自宅を売却はしなくても済みますが、自宅だけの場合は特に対策が必要になってきます。民法改正で配偶者居住権っていうのがね、創設されました。これは相続人の皆さんで話し合って、じゃあお母さんが住む権利っていうかね、居住権を一応お母さんに
ね、開けて、そして所有権は子どもさんが持つということですね。そういったふうにして、まあ、そのでもこの物件は、この建物は、お母さんが生きてる間は売却することできないので、そういった意味でなかなかね、居住権を認めるかって言ったら、まあ、そこはそれぞれの相続人同士のお話し合いになりますので、まあ、制度ができましたよってことですね。相続人の皆さんの了解がもらえない場合は、まあ、6ヶ月後には引っ越しするという形になりますね。これが短期居住権という形です。まあ、居住権は一応登記が必要になってきますので、まあ、その認められた場合はお母さんはずっとそこにね、住むことはできるんですけど、短期居住権は一応6ヶ月だけなんでね、登記もいらないですね。そういった意味で、まあ、財産は多ければ多いほど相続税がかかります。相続を勉強していると、改めて相続対策に、まあ、生命保険はすごくお役に立ちます。生命保険には保険金控除っていうのがあるんですね。財産の中で500万かける、まあ、保険金の中で500万かける法定相続人の数までは税金はかからないんです。例えば法定相続人が奥さんとお子さん2人の場合、非課税控除は500万かける3人で1500万までは税金はかからないですね。さらに、あげたい人に名前をつけて渡すこともできるので、争う族対策にもね、有効ですね。でも今までは必要だと思っても、高齢の方や持病がある方の場合はなかなか保険に加入できなかったんで、でも最近は、近年では外貨建ての一時払い就寝保険などがあり、まあ、そういった面で加入する機会もね、増えているようです。外貨建て保険は80歳や85歳の方も健康の告知なしで加入できますので、すごく有効になります。預金という科目を保険に変えるだけで、まあ、そういったことでね、生命保険料控除が使えるので節税になりますね。でも最近またやっぱり高齢者の認知機能の低下で、一応ね、高齢者規制がね、ちょっと金融庁から出ていますのでね、なかなか70歳以上の方の提案が厳しくなってるかなっていうのがね、現状ではありますね。次に、相続財産に土地が多い場合、かなり揉めますね。土地の評価は様々です。商業地か畑か原野かによって価値が違うので揉めるんですね。まあ、もらうとしたら皆さんどんな土地をもらいたいですか？まあ、ヤンバルのね、畑を欲しいというよりも、やっぱり商業地のね、そういった都会の土地をもらいたいなっていうのがね、まあ、人情ではありますよね。価値が違いますのでね、そういった意味ではやっぱりこういったどこの場所の土地か、どういった用途のものかによってね、やはりこういったね、不動産の価格が違ってくるんで、まあ、不動産って結構ね、こういったもので揉めるケースが多いですね。まあ、お子様早い時期からね、まあ、そういったことで、どういったこの建物は誰にあげるとかね、そういったことでちゃんとね、計画立ててやってないと不公平になって揉めるかなって言われてますね。その不動産、例えばいい不動産をもらった人と、本当にちょっとね、違う地域のね、田舎の不動産をもらった方と同じ面積でもやっぱり価値が違いますので、その分を生命保険でちゃんとシェアするね、ちょっと生命保険の保険金をちょっと多くして調整するっていうこともね、やっぱ保険ならではのね、調整の仕方ですね。そして、まあ、そういったことをちゃんとやってれば、まあ、兄弟もね、しょうがないなってことでね、まあ、ちょっとやっぱり納得してもらえるかなっていうのは感じますね。
それから相続対策、まあいろいろと面倒くさいし、そのうちにまあ考えようかなって思ってるうちに、最近のね、やっぱり認知症問題っていうのがすごく言われてますね。65歳のある程度の時期になるまで2人に1人がね、認知症になるって言われてますので、おちおち後で後でっていうわけにはいかないですね。さて、認知症になったら、こういった形でやろうと思っていたことがやっぱりね、もうそれができなくなるので、やっぱり認知症になる前にそういった対策が必要かなっていうのを思いますね。まあ私もね、まあちょっとラジオで自分の年齢の告知をしてますので、あとそうですね、8月13日が誕生日なので、そこになると私もちょうどね、もう70代に入るので、人事では本当にないなと思いながらね、日頃考えております。ですから、認知症になるといろいろとやっぱりできないことが増えるっていうことで、まあ不動産の資産を売却したいと思っていたけど、それができない。そして預金を簡単には引き出せない。で、保険金の受け取りっていうのも本人の意思とか確認が必要になるので、簡単にはね、いかないっていうこともあります。そして相続対策も遺産分割もできないなど、いろいろと税金の負担が増えることもあります。そして心も体も、まあ頭もね、元気なうちに対策することが大切ですね。そうですね、このね、リストアップの中で最近はネットでのいろんな預金とかね、そういったのもあるし、株式もネットで株の売買してるとか、そういうのもありますよね。そういった意味でもネットの時期になると、デジタル化になると、どうしてもやっぱりパスワードとかそういったのをね、ちゃんとまあ記録に残しておいて、次のね、家族に伝えておくっていうか、紙に書いて一覧表を作ってそこを保管しておくっていうこともね、これから非常に大事かなって。だって、そこが分からなければ一切開けることもできないし、逆に本当にあるかどうかも分からない。お父さんが、例えばお母さんが、そういったのをね、取引が、まあ、ネットでいろんなね、証券会社から株式を購入してるとか、まあ、仮想通貨の話もありますよね。いろんな面でやっぱりね、ネットの中にいっぱいいろんな資産がね、あったりしても、そのパスワードがわからない、そういったことがあるっていうことを言っておかないと、それもわからないっていうケースになりますので、そういった意味ではやっぱりね、準備が大事かなと思ってます。ですから皆さん、そういった面では、まあ、エンディングノートにね、そういったことを書いておく。例えば次、自分が葬儀の時はこういった人に連絡してねっていうこともね、一つ大切かなってことで言われてますね。はい、まあ資産家の方は生前贈与もね、それを活用しながら少しでも相続財産を圧縮するっていうこともね、大事になってきますね。はい、そういった意味では、まあ一番言えることは、生命保険の非課税枠使ってらっしゃらないなら、それをぜひ活用していただきたいなと思っておりますね。まあ私もまあこういったいろんな相談を受けながらね、やっぱり相続対策を全然してなくて、本当に兄弟が仲良かったはずだったのに、やっぱりこのね、一つの相続の機会にやっぱり仲たがいをね、してるっていうケースがね、あって、そういった人からのね、やっぱりきっかけで私はこの相続のね、セミナーをラジオでもやるようになったんですね。ですから皆さんもそういった意味で自分のリストアップをね、まあ暇な時にっていうかね、ノートにでもいいから書いて、そういったのを整理していって、自分の頭の整理にもなるんで、ぜひやっていただきたいなと思っております。そういった意味でね、まあちょこちょここういったね、お話をさせていただいて、少しでも皆様のね、お役に立てるようにね、私も頑張っていきたいなと思っております。本日はこれで一応ね、相続セミナーを終わらせていただきます。こちらで一応ね、私のリクエストで、井上陽水のリバーサイドホテルをお送りしたいと思います。皆さん、お聞きください。
送りしている番組は玉木美希子のリーダーズビジネスストーリーです。はい、聞いていただいてありがとうございます。なんかあのメール入ってますか？いろいろ入ってるんですけど、はい、じゃあちょっと読んでいただけますか？ツイキャスからいきましょうか。じゃあ、はい、お願いします。ツイキャスで高場さんからですね、はい、いっぱいいただいたんですけど、その中でもですねちょっといくつかあれしましょうね。はい、親の財産を当てにするようでは悲しいねと、最近は宗教と相続人との争いも出てますねと。そうですね、なんか信者の親の認知症に乗じて財産を当該団体に寄付させるとかっていうコメントが来ております。で、まあ、相続の放棄が一番シンプルなのかなというコメントも来ております。まあなかなかねそれはね意外とやらないですよ。借金が多ければねやるですけど、やるかもしれませんけど。で一応メールも来ております、こんにちは玉木さんとスタッフさん、今朝今は亡き母が所属していた公明党の県議が街頭演説で今の県政は水道料金を 30% 値上げ、さらに県の最悪のボーナスアップを可決とありました。本当ですか？確かに国は豊かな自然を破壊し、あの大国から太陽光発電システムを大規模に建設が国民から森林環境税導入をしようとしているとありました、投票はこれからですがどうしたらよいか、無収入の私にも容赦なく税金納付の通知が来ますというメールが来ております。そうですね、そうですね。あと実は母親は遺言を具体的に書いていなかったんですが、これはどうしたらいいんでしょうかっていうメールも来ています、あ、そうですね、もうあとは法定相続人の2人、あの、まあね、2人いらっしゃるなら2人でお話し合いをしていくっていう形ですよね、うんうん、こんな感じです。あ、ありがとうございます、はい。まあ、ちょっとですね、まあ、あの相続って本当にあの一生の中でもあの、ね、父と母の相続でっていうことで本当にあの経験することがほとんどないんで、だから本当にあの分からないことだけだらけでっていうことでね、一番はやっぱりあの相続放棄、ね、あのすればいいんじゃなくて、やっぱりプラスの財産マイナスの財産どっちかが多い、借金が多い場合はやっぱりね、あの、まあ、裁判所、家庭裁判所に行って一応ね相続放棄っていうことで、そして自分たちが例えばあの奥さんと子供があの法定第一の法定相続人とすると、その2人があの相続放棄をしたら次に移るので、次は次の方にまたちゃんとあのそういったことで自分たちは放棄したんでまたねご自分たちもやってくださいということでちゃんと言わないと次はそこにかかってくる。でほったらかしてたら次あの次の法定相続人、まあ兄弟までね入ってきますから、ぜひあのそういったことで突然兄弟の自分の兄弟の負債が自分のところにあのなんか相続放棄、上の人が全部放棄して自分だけ、自分のところには何も連絡なくて、あの結局は相続放棄自分たちしてなくて、そこにあの、ね、あの負の財産が来たっていうこともねやっぱり聞いてますのでね、やっぱり放棄するときは次の次の法定相続人もちゃんとね連絡して、まあ、一緒に相続放棄ね家庭裁判所に行って相続放棄をするのが一番ベターかなっていうのを感じますね。ぜひあのそういったことであの抜かりがないようにね、ぜひ放棄の場合もしっかりやっていただきたいなと思っております。まあいろんな面でね、やはりあのこういったやはりいつかは人はね、あの世に行くときにやはり残された家族がね嫌なあの形にならないように対策が必要ってことでね、最近は一応遺言書を書く方がね増えてます。で私が一緒にね、まあ、いろいろと勉強会してる松田行政書士のね松田先生の方にもねやっぱりあの遺言書をあの依頼がね増えてるってことでやってますので、ね、皆さんも、まあ、そういったことで遺言書を前もってやりたい、あの作りたいなっていった場合はまたあのこちらからご紹介っていう形でねやっていきたいと思いますので、そういった意味でねまたあの時々松田先生にもね出演していただいて、そういったお話をねしていただこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。2回目のコマーシャルいきましょうか。
お送りしている番組は玉木美希子のリーダーズビジネスストーリーです。はい、本当に6月もね、本当にもう中旬になって、時の経つのが本当に早いなと思いながらね、ぼーっとしてると本当に今年もね、あと残り少なくなりますねっていうことでね、まあそんな状態になりますね。私も一応ね、第一生命入社してちょうど43年もね、44年目にもうすぐなりますけど、そういった面では本当にあっという間にね、この40年代が過ぎたなってことで、まあ令和元年に出した、売れる営業マインドセットっていうのもね、本も一応ね、割と5000冊ぐらい、まあ、近くね出てまして、いろいろと、まあ、在庫はちょっと少なくなってるかなっていう感じなんですけど、まあ重版は難しいかなと思いながらね、まあたくさんあれば重版もあるかもしれませんということでね、まあなるべくなら皆さん読んでいただいて、いろいろと人生について考えるっていうのもね、いいかなと思っております。読んでいただいている皆さん、ありがとうございます。まあ少しでもね、私の経験が皆さんのねお役に立てれば嬉しいなと思いながらねやっております。で、私もこのラジオね、ちょうど8月で、まあ令和元年から始めましたので、長年やってまして、まあいろいろとやっぱり相続に関するものとか、事業承継に関するもの、そういった話す話題がちょっと増えてるもんですからね、ゲストさんに来てもらうというよりも自分で話したいことをまとめて、まあ少しでもやっぱりね、社会のお役に立てるようにということでね、今こういったお話をさせていただいております。まあ本当に政治の問題っていうのは、本当に国民、ある大きな団体がね、やはり国民のため の政治をねやってくれたらいいんですけど、その逆のパターンが今多いので、いろいろと国民が本当に疲弊してるっていうかね、企業さんも本当にインボイスがスタートして、いろんな本当に売上につながらないいろんな事務がねたくさんあって、非常にね大変かなっていうことで、まあいろいろとやっぱり国民のためのいろんな政治がね、これからもどんどん行われていったら嬉しいなと思います。で、沖縄県においてもやはり戦争でこれだけの多くのね国民県民が亡くなって、やはりやっぱ戦争して勝っても負けてもね、本当に価値はないんですよね。やっぱり命が大事ってことでね、命の宝ってことで、やっぱりそういったことをやっぱり肝に銘じて、やはりこれからもそういった平和運動っていうのがね非常に大事だなっていうのをね改めて感じながら、また私もそういった動きをしていきたいなと思っております。皆様もね、一人一人やっぱり健康で免疫力アップでね、これからも頑張っていきましょう。で、まあ、これからねやっぱり夏場いろいろねコロナっていうか熱中症もね多いので、水分とかちょっと塩分も少し取りながらね、お互いに元気でね頑張っていきたいなと思っております。免疫力アップで1週間頑張っていきましょう。今日は聞いていただいてありがとうございます。はい、じゃあさようなら、ありがとうございました。